はい、ダンゴムお父さんです。今回は青大将パターンレスのオスとメス青吉と青子の餌やりをね、動画にしたいと思います。で、まずはね、青吉に餌をあげていきたいんですけど、青吉は今ね、この大きな流木の裏に隠れて姿が見えません。はい、まあ餌でね、寄ってきてくれるでしょう。今回与える餌はこちら、ピンクマウスの L サイズ。L サイズでもこれかなり小さめですね。出てきてくれるかな。この辺でこうしたら来るんじゃないかな。えらい可愛い食べ方だったな。パックって感じ。もう一匹いきます。またなんかね、優しく食べましたけど。食事中でも触ろうとしたら怒りますね。はい、青吉完食です。続いてはメスの青子。早速気づいてくれた。いい感じだけどピントがむずい。どこがががががむずい。おっと、いきました。威力が違う。青吉とは全然威力が違います。いや、本当に大きくなりましたね。顔の大きさがだいぶ変わってきました。長さは120センチ、先日脱皮を終えたばっかりのうるつやボディです。1匹目完食、2匹目もいってみます。すごい。何回やってもビビる。
はい、2匹目完食しました。今のね、色の感じはこんな感じ。まあ、またちょっとね、肉眼と違うかと思うんですけど、一時期のすごいゴールド感、うん、それとはまた変わってきましたね。ちょっと渋めの色具合、相変わらずメタリックな雰囲気はあります。体全体を通してね、黄色みがすごい強かったんですけど、上からね、グレーが乗ってきた感じ、そういう感じですね。パターンレスの個体になるんで、模様は全くありません。渋い。で、青大将といえばね、かなり臭い匂いを出すっていうのが有名だとは思うんですけど、迎えた当初はね、かなり出してたんですけどね、今はほとんどあの匂い出すことがなくなりました。ほぼほぼ無臭ですね。ただね、このケージ内に手を入れると噛まれます。めちゃめちゃ臆病なんで噛んじゃいますね。一旦持ってしまうとそれほどハンドリング自体は難しくないんですけど、粗いです。はい、というわけで今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。青大将パターンレスの餌やり動画でした。ご視聴ありがとうございました。